ちに、そう、いいよ。これ先に買ったとかって言えると思うんで、こんな感じで最初はやってた。セラフキウニ、グラノスニー、セラフキウニ、セラフキウニ、北海道じゃ買えないな、これ、うん、絵もかけるかけてもいいかな、取ってあげようか、食べるとこ、うん、ね、ちょっとゆりちゃん、うん、ちょっと近いな、おー、贅沢ですね、うん、すごいよね、歯に染みる冷たい知覚過敏、知覚過敏なの、すごい歯に染みたうまいわ、そうでしょ、うん、黒いけど、じゃあもう一回いい、うまい、違う、近く過敏かい、正確だね、ね、ほんとすごいよね、こんな食べ方したら病気になっちゃう、痛風、レモンなしで、はい、どっかちょ、うん、考えてるところが違う。そんなに近くなんだ。歯が変わ。受けるんだけど。そんな感想ある。あ、美味しい。美味しい。もったいないよね。うん、来てよかった。ここ結構来るの？たまにっていうか、こういう時、こういう時に、あ、ここ紹介してあげるんだ、うん、ね、あとはカートリッジを入れるゴミみたいな、もう楽になっていいよ、俺に甘えて、大変だろう、仕事、びっくりしてる、ここにいるのが不思議、仕事も頑張るの大変だろう、うん、もうやっと来たのか、男に甘えることを覚えたら守ってやろうか、何か生きる重圧から、うん、孤独から、人のいくら食べないで、俺のいくらだから、うん、食べないで、うん、食べない、ウニ好き、なんで取ろうとしてんの、嫌いなら、ね、好きだよ、ウニ好きなのなんかウニ単品みたいなあるよ、ある塩水ウニかな、塩水ウニはそれダメなやつ、なんで加工してるじゃん、広告として普通のウニはない、聞いてみよう、ないと魚フライ一口だけちょうだい、トマト嫌いなの、トマト食べるよ、シャワー上がれば、うん、お腹空いてきた、うん、もう空いてんのか、一口ちょうだい、よかった、ありがとうございます、いやでも、いやこれが商売になるんだったらいいけどさ、商売にならないからさ、いくら2粒って、2粒だけ3つついてる、なんかでなんとケチくさいな、本当に2粒しかくれないよ、3粒だよ、美味しい、うん、タバコ吸う、はい、玉を潰してから加えさせてほしい、
玉潰す。口にしか潰せなくなる。潰せない。潰せない。その時は誰こうなっちゃうんだよね、優しすぎて。ブーちゃんって、わかるよ。そんなに何でもしてくれるんだよ。だから俺ダメになっちゃう、お前といると俺をダメにするんだよ。なんで何でもやっちゃうの、それぐらい自分でやれよって。なんで言えないの。やるわ、はい、今からそうする。できる。うん、嫌だよ。加熱フリジアラ何そんな。フリジアラ一口ぐらいくれてもいいのに。さっき食べたじゃん。もう一口だけ食べたかった。フリジアラ何それ。本当にいる魚フライうまいわ。うまい。ブーちゃんあんま食わないもんね。え、めっちゃ食べるんだけど。食べる？全然知らないね。今日締めのラーメンまで食べたい。このラーメン。うん。夜遅いんですか？一緒に歌う歌いたい。歌ってくれる？うん。丸の内サディスティック歌ってくれる？なんかゼロワンくんのラップ好きなんだけど。でラップ歌ってあげるよ。うん。AK 歌ってあげるわ。なうん。これが入ってます。歯悪くない？うまっ。どうなの？いや逆にでも多かったかもしれないし、うん、なんかそんな言ってるところすごい。なんか牡蠣の上にイクラとウニが乗ってた。うん、色あーハワイだね。妙に長くうまいな。美味しそうで見せかける。お前のこと。あら。酔ってきた。痛くなった。何それ。配信終わろうかな。配信どころじゃなくなって、こんばんは。北海道に引っ越したら、あーね。雰囲気がいいんだよ。間接照明でこれですよ。この間接照明でね、ちょっとこう雰囲気がいいんだよ。楽しんで、あ、ありがとうございます。こうまったりした音楽流れて、これはね、いい雰囲気になっちゃうよ。なんかつまみ頼まなくていいのか。なんかまた、もう頼んだ全部来たよ。本当？記憶力いいね。あなたは？なんか空いてないの？お前何やってるの？全然。お腹空いてないの？おはようございます。何がいい？何食べたいの？がいいの？がいいの？決めてよ。自分の食べたいの。俺は。はい、どうも。あ、何が来ました？あ、カニ味噌の甲羅焼き来ました。トロサーモンのカルパッチョください。トロサーモンのカルパッチョ、オイル上の6種類からやる。オイル上の6種類これやね。オイル、あー柚子胡椒オイル。柚子胡椒ね、うん。これも食べれるんですか？はい、大丈夫。お食べになっていただいて。わあ。ねえ、外髪にして写したくて。どう？こっちグツグツしてる。あ、こっちグツグツしてる。おお、グツグツしてるわ。
濃厚だよ、色が。うわー、これはうまいぞ。なんか、カニ味噌をごまかしてない感じだね。わかる、うん、本来のカニ味噌っぽい。あ、うまい。もううまいわ。うわー、濃厚。あー、わかる。味がリアルじゃん。ほとんどカニ味噌なんだよ、これ、うん、本当はお酒とかなんかいろいろ混ぜるじゃん。本来のカニ味噌って感じ。